皆さんこんにちは、マックスライです。前回私はとてもいい引きをしました。申し分ない引きでしょうねえ。こんなにたくさんいい引きをしました。クリスタルディフェンダーズコラボガチャおまけの方もよくねえな。こっちはよくねえな。いや、こっちだよ。こっちこっち。いや、トキマとか5体いいでしょう。私は、うわぁ、めっちゃゲットした。前回の動画ではもうほとんどいなかったのがほとんど開いた。ここを、まだ欲しいんですよ。こいつ持ってないんだよね、私。レイアンド、ほら持ってない。進化版も持ってない。でシャントットは別に狙わなくてよくて、イダも別に私狙わなくてよくて、ヤシトラ矢は持ってる。プロンプト持ってねえな。プロンプト持ってない。ただ大体いい感じなんで、私はもうあれですね、こうなったらもう闇に突入なんですけど、この5連で引いたら5連でおまけでついてくるクリスタルディフェンダーズコラボガチャ、もうこっちがメインになっていきます。私のメインはクリスタルディフェンダーズコラボガチャになりました。この動画ではクリスタルディフェンダーズコラボガチャで、せめて極芸士と、チョコボシカ忍者をゲットするというのが私のありがとう。持ってなかったよ。一発目から来たよ。レイアンドファラン。誰？おー、もうコンプやん。うわ、いいじゃん。めっちゃいい引きしとる。めっちゃいい引きしとる。私ミンフィリアも欲しかった。で、こいつも2体ゲットした。やった。バハムート2体ゲットやった。いや、もう、本編ガチャもういいのよ、私。クリスタルディフェンダーズコラボガチャだけ聞かせてほしい。こっちでダイヤが、ダイヤ2、ダイヤ2、チョコボ、よーしよ、いいよ、チョコボか、忍者、で、ここ、あれ、よーし、もう言うことなくなってきた。極芸士が欲しかった。私は極芸士が欲しかったんや。極芸士が欲しかったんや。極芸士最高。持ってなかったから。極芸士が欲しかったんだ。かわいいな極芸士。いいよ、かわいいよ極芸士。めっちゃかわいくない？極芸士めっちゃかわいいよね。すごいお騒がせキャラ。極芸士やったー。体ダッチ忍者Thank you very much。 忍者10コンボ以上でダメージ 77% 軽減、40倍、1コンボ闇ドロップ消すたびに1コンボ加算。いいね。まだ持ってないやついた。サンタ、フェンサーのサンタ。待て、もう欲しいもんなくなったやろ。全部ゲットしたやろ。いや、もう全部ゲットしたな。シャントット別にいいから。やべえ、大体ゲットしてしまった。私欲しいのもチョコボシしかいねえ。チョコボシしかいねえ。チョコボシ欲しさに、チョコボシ欲しさに5連はやだな。チョコボシのために5連やだな。しかもチョコボシ 1.5 倍やし。あー、なんて贅沢な魔法石の使い方をしとるんや。チョコボシ、チョコボシはダイヤだよ。 1.5%チョコボシダイヤ、ダイヤ、うわー、チョコボシいいねー。もうチョコボシいいね。あー、しんどい。これもうダメじゃねー。まだいくよ。いや、もうこれダメじゃねー。やりすぎじゃない？よくないと思うよ。こういう石の使い方よくないと思うよ、私。あー、うわ、拡張します。
はあ、言うの良くないと思うよ。これでチョコボシが出れば完全フィニッシュです。参ります。ダイヤ、いやー、よし、完璧、何の言うこともない完璧。え、チョコボシ良くない？え、めっちゃ強ないこの子。え、めっちゃ強ないチョコボシ。完全勝利だ。あ、極限士もう一体くれ。すいません皆さん、そんなわけで私のガチャは FF のガチャは終わりました。良すぎる結果で終わりました。多分全てにおいて文句なし、シドもおるし、欲しかった子がちゃんとね、この子ジルもゲットできた。ジルって3体欲しいやつ。わがままは言いません。ジルもゲットしたし、バハムートもゲットしたし、いや最高じゃないか。足りないやつもう一体もいないっしょ。クライブもいるし、ジョシアもいる。言うことなしガチャフィニッシュ。はあ、私の FF が終わりました。何でしたっけ、どこかのダンジョンをやることでシドが進化するんですよね。どれもこれもかっこいいな。もう絵がかっこいいな。あ、これだこれだこれだ。条件付きクリアで、どこどこなの、ちょっと待って、どこなの、ちょっと待って、どこなの。条件付きクリアで書いてあるね、ファイナルファンタジーコラボガチャ対象キャラ、いや早く読ませて。はい、対象キャラリーダーにするとドロップ率 100% とかじゃなくて、初クリア報酬がファイナルファンタジーコラボガチャ、あれ違う、え、シードどこ、シドがこれだこれだこれだ。シドをリーダーにしてクリアすると飛空艇ハイウィンドウゲット、これです。どこのダンジョンオーダー、シドをリーダーにするとファイナルファンタジーコロシアム、ファイナルファンタジーコロシアム、どれ、これや、壊滅キル。ちょっと指導リーダーにしてここやっちゃいましょうか。ちょっと次の動画お楽しみください。お待ちくださいませ。私今からパーティー行ってきます。ぜひチャンネル登録してまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。